箱からですね、先週発売されたばかりのコーマ城レミリアスカーレットシンフォニーをご紹介します。さあ、なんか独特のね感じでございましたけども、ね、どんな作品なのか、やもっちゃん教えてちょうだい。はい、本作は東方プロジェクトのキャラクターが登場する横スクロールアクションゲームで、2009年リリースされたタイトルの HD リマスター版となっております。なるほど。はい、プレイヤー白霊霊夢となり、コーマ館を舞台に敵を倒しながらステージを進みます。各ステージの最後にはコーマ館に関わりのあるホン・メイディン・イザヨヨ・サクヤ、アリス・マーガトロイドといった東方キャラがボスとして登場し、彼女たちとの弾幕バトルおよび会話によってストーリーが進行します。霊夢はムッチンのような近接攻撃を放つ大ヌサと遠距離まで届くショット、オフダで敵を攻撃します、サポートキャラとしてキリサメマリサやチルノも登場します、また新要素として、イブキ、スイカが新たに仲間となりパートナーとして活躍します、さらにフルボイス化や手応えある従来の難易度の他にエクストライージーが追加され、アクションゲームが苦手なプレイヤーも最後まで遊ぶことができる作品となっております。エクストライージー、いいですね。はい、ということでございまして、まあ東方プロジェクト皆さんご存知ですか。はいはい、もちろん、はい、どんなものかは知っている、そんなことはないけれど、弾幕ゲームが難しいやつだよね。あとなんか曲が、そうです、ズンさんの楽曲ですかね、有名なやつとかは、ね、そうですね、聞いたことあります。ゆっくりボイスじゃないんですよ。そうなんですよ。ゆっくりボイスだったらめちゃくちゃ尺を食いますよね。ゆっくりのイメージがやっぱ強いから。でもあとイラストもなんか私結構可愛い系の東方キャラの、あのイラストをよく見ることがあったんで、これ見てすっごいかっこよくて、そうね、動いてね、びっくりでした。結構声優陣も結構豪華ですね。めっちゃ豪華でしたね。まあまあもうベテランと呼んでいいであろう方々から若手まで、新人さんまでといった感じでね、なかなか面白そうでございますけれども、フルボイスですからね、いいですね。イラストレーターさん、ヴァンパイアキラっていうね、すごいね。ヴァンパイア、ヴァンパイアキラ、すごいことか。ダークな雰囲気で大胆にアレンジされたキャラクターデザインと、確かにダークな感じが、いいですね。まあ、本来はあれなんですよ、シューティングの、ね、ゲームがメインなんやけども、そのキャラがこういう風に、でも、ちゃんとその要素もあるんだよね。なんかさっきの PV だとあったよね。ブランブランってあったあった、刀ビョンみたいなのありましたけど。さあ、それでは早速プレイしていきましょう。はい、さあ、じゃあ橋爪さん。そうですね、目の前にこれがあるんで、もいいね、かっこいい持ち方やな。いけいけ、これあ、出た。 PV が流れるんですね。すいません、飛ばしちゃいましたね。ニューゲームかな。ニューゲームで、もうこんなところまで。おお、もう始まった。早早早、ボイス。コーマ館の時と同じコール。おかしい。確かにコーマ館への道のりのはずだけど、これミコ、何かあるわね。で、森の様子がおかしいみたいですね。アクションゲームですよね、やっぱ PV 通り。ムチで、おお、なんか幸せの象徴。あ、でもこれ敵なんじゃないですか。白やっつけるのって嫌やな。そうですね、ちょっと黒い方が良かったですね。あ、黒もいる、黒もいる。カラス、カラス。あれ何、白カラスと黒カラスってこと？そういうことになるのかしら。これなんか操作で飛べるやん。飛べる。あー、楽しそう。音楽もかっこいいですね。あ、白いやつ。おお。容赦なく。あ、これはお札が拾ってってるんですね。54枚になった。あ、よし。お、あ、言うてる。あ、逆や。こっち側じゃないと、うわ、逆に移動された。なるほど。あ、くそ。あ、あ、結構難しい。うわ、ちょ、何これ。痛い痛い痛い。上怖い。めちゃめちゃ上までいける。ち
っとほっとこ。え、体力結構えぐられましたよ。嘘。上の方は危ないんですね。なんか赤色のこの中の花みたいなのが人。何これ、どういう敵これ。なんだこれ、なんか自責が累計で3000音ってそんなにやってないぞ。うるえぇずーさん何してんの。すいません。あ、でも復活できた。飛んでも、俺飛んでもあそこ落ちたら死ぬみたいですね。これいや、これなんか飛びながらずっといけそう。百人切れって。いや、これでもね、飛びながら打つ攻撃は上の方が危ないって。うわだー。あー、待何してんの。すいません、なんか落下し連続で落下し、なんだなんかピーナッツみたいに言わんといてヒャーとヒャーとヒャーと言う。キャーと行ったらいいからさ、多分ね、上行ったら赤いの来るから。あ、お札が欲しいんです。赤いの強いのよ。お札が、お札何してんの、ボコボコや。あれズメさん、ズメさん、あれわかりました、もう飛ばないんで。もう飛ばないんで。もう飛ばずにね。You can't fly。 はい、I can't fly しないんで。あ、でもこれ行くのにやっぱ飛ばないといけない。それ飛ばないといけないですね。あ、怖い怖い。もう死ねないよ。普段聞けない声を聞けてるんじゃないですか、もしかして今。聞けない声や、聞けない声。いや、だってこれあのちょっと下のところ見えづらいじゃないですか。そうね。飛ばせようとしてきてるんですね。もう一回押したら飛べるから。ダラン、危ない危ない危ない、いっぱい来た、いっぱい来た。オーダー60枚。あ、これこちらもともと難しいゲームのノーマルモードで今プレイしていると。イージーじゃないのね。ノーマルでも難しいってことですよね。それとエクストライージーじゃなくてノーマルやってるの。そうですよね、エクストライージーを搭載したっていう。あれ、ノーマルでも難しいからできたもん。だからなんか HP の減りやたら早いなって思ったら、マジか。だってこれ、ね、ゲーム初めてニューゲームからこぼすよ。噂ではこれチュートリアルらしいです。そう。いやいやいや、一面じゃないんすかこれ。チュートリアル。でも、キッズを17、あれ、20にしてくれてたってことかな。残機数がとても多い状態にはしてもらってます。残機数20。17になっておりますね、残機。多分きっと20だったんだと思う。残機数20。そんなゲームあんの今。設定できるってことですか。あ、そうなんだ。やっぱそれだけ難しいってことですよね。じゃないと残機数20ってなかなか。あ、しかもクリアまで実況プレイをズメチューブでやってほしいって。ズメチューブがないよ。ないのか。ないよ。ないんかい。勝手に作るな。あるのかと思ったじゃないか。Windows パソコンもね。今最近いいのはないよ。おっと。ああ、怖いわ、もう穴怖いわ。結構穴がある。この背景に騙されて繋がってると思って。薄いの。ちょちょちょ。赤いやつが、赤いやつが多い。赤いやつ。それめっちゃ強いから。なんで上に行く。無知、無知強いね。ちょっと待って、HP ないよ。赤が強いんですよ。HP ないよ。カエル出てきた。やっべ。ヤナガエル。ヤナガエル。やっべ、やっべ、やっべ、やっ。お、3つもくれた。3つもくれる。もうお札全然使わないと。あら、いや、きっとこの後の考えがスライディングあったよ。使わないんですよ、スライディングあるよ。スライディングでやっつけれんの。やっつけられない。やってみて。この格好で。やっつけられない。避けるだけ。今やったんですよ。今やってもダメージ受けたんですよ。やってみて、スライディング。いや、また死ぬよ。じゃあやりますよ。うっす。いや、ほら、ほんで全回復するから。全回復ってかコンティニューですわそれ。でもボスに何回まで挑めるかっていうさ、一回ジャンプすると下が怖い。下が怖い。敵多すぎやで、敵多すぎやで。あのお地蔵さんのとこまで行ったら回復できるから。今回復できそうでしたね。これ、あ、カエル、これ、え、チュートリアル。丁寧にチュートリアルですよ。チュートリアルでカエルは3つ出すから。じゃあカエルを飼っていきましょう。そうよ、もうカエル最高。スライディングはしないぞ。チャンネルがないなら作ればいいじゃない。何やねそのマリアントワネット的な。そうそうらしいです。
寿司寿司え寿めしとろネットさんが言ってます。おーいいね、すごい。あ、回復できます。回復今じゃないんだよ、さっき欲しかったんだよ。いや結構長いのつもりかな。あれ、おいいよいいよ、あ来た、なんか来た味方や。先生もさっきパークのやつ言ったよね。でもなんか物騒なこと言ってますよ。あれチルド、チルド誰や、脳筋って書いてるの。チルド、チルドか、チルドちゃうか。あ、そこチルド、あなたとは何よ。いや、あれチルドってね、あたいが出てきちゃいけないの。チルドのパーフェクト算数教室の人やだね。あれコルトか。あれあれ、フリーザのお兄ちゃんプール、あれフリーザの弟やったっけ、チルド。この森でしょ、フリーザのお兄ちゃんプールやろ。お父さんコールで私と一緒に来ない、うん、チルドって誰、完全ドラゴンボールの話になった。チルの話、チルドって誰やだね、どうせあたいのことバカにして遊ぶんだ。バカバカ、あらやってた、だって楽しくないもん。バカ、今うん協力しないならしないでね。あら、オーディション受けたん。それも嫌。いや、チルドのパーフェクト算数教室ってのバーカバーカ。ああ、そうだ、あんねん。あ、いたいた。お、マリさん。来た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 。ようやく追いついたぜ。なんかお店に書き置きがあったかね。この公務の真相究明を手伝ってもらおうと思って。チルドが序盤ボスは割と伝統。あ、チルドさんボスなんですって。あ、ボスなの。あ、伝統なんだ。伝統、なるほどね。まあ、絶対おるよね、アニメにこういった。チルノじゃん。バカにすんなみたいな。あ、バカにされてる、やっぱり。高笑いが気持ちいい。なんであたい見て笑うのさ。いや、だって。あれ、まだいたの。理由、理由が。じゃないよ。いや、理由よ。もう。兄は違う、弟はチルノだって。どうなっても知らないからね。せやな。それは。さすがゴリラ、ありがとう。こっちのセリフだぞ。ほら、やっぱり大手だから。ここで回収。まずね、2対1。まずは行くわよ。お、仲間に加わりました。マリサが。マリサが仲間になった。けど、見たまを消費します。チルノはやっつけなかったね。チルノやっつけた後にパークマリナー。なるほど。お、結構すごいぞ。痛いぞ、痛いぞ、痛いぞ。危ない、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 危ない。マジ、このゲーム、ちょっと1面でしょ、これ。めっちゃ音楽1面でしょ、弾幕か。いや、ちょっと、でもすごい当たってる、当たってる、うん、あ、当たってる、やめてやめて、ね、恐ろしい、痛い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 、助けてました。あーあーあー、はいはい、始まってる、始まってる、始まってる、マリさん、マリさん、マリさん、どうしよう、14乗った、残り14、20個の命を持ってるから。まだまだ、マリさん、危ないんですか。ね、ちょっと気持ちが折れてきた。これ本当にチュートリアルなの。はい、チュートリアルね。チュートリアル、ハマってんのか。よし、あーちゃんとできなかった。あれ、なんかジャンク数が減ってってる気がする。チルノが硬いよ。その攻撃やめてくれないかな。あ、でももうすごい慣れてる。痛いよ。すごい、もう慣れてる。あ、減ってる減ってる。おお、ペチ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 。あ、体力がやばい。でもまだこれね、ジャンプして攻撃するとこの氷がね来るんですよ、これ。マリさん、自分で見てほしい。うん。お札のね、この距離が結構短いんですよね。マリサって何ボタンなんだ。あ、R、出してなかった、そうだ、マリサ掘ってた R ボタンで、R ボタン、うまい、おーおーすごい、減ってる減ってる、めっちゃ減ってる、めっちゃ減ってる、お互いに減ってる、 ってる。あー、押す、いける、そうそう、え、これいけますよ。そこでめっちゃ当たるから。なんかおすすめの戦い方は、うん、マリサを出して自分はムチで叩くのが、これもあかん、これもあかん HP になってるよ、これも。もう一回いけますマリサ。そろそろ、よし、そこ気をつけて、そこ気をつけて、来るから。
あーすごい。そろそろ何ですか。そろそろ誰か交代しませんか。交代。あーうちにもいましたね、こういうゲームに得意な方が。そういえば、すごい、いけますよ。あら、おい、いけますよ、いけますよ。心折れないやつがおる、うちには。いけますよ、あと、後ろにもある。おー、すごい。あ、なんかでも、盛り上がってる、どうしようか。いや、だって心折れへんためにサウナ通ってんやろ。いけますよ、おー、うまい。強い心を。いや、え、すごい、すごい。隣の子がね、すごい、ここ折れない。え、いけますよ、あと半分、もうあと半分ですよ。僕ね、もう半分折れてますよ。もういけますよ。じゃあオプションボタンを押していただいて。さあ、ここで、さあ、ここで、ここでうちの鋼のハートを持っていると言われている。本当ですか、はい、折れない。壺落ちをね、クリアした、はい、そう、壺落ちのためにホテルに泊まったという実費で、ここにあるんでね。お願いいたします。はい、いけるかな。いける。いけます、きっと。お前にいけへんゲームなんてない。いきなりか。ちょっと待って。ちょっと待ってくださいね。いや、氷強すぎだろ。もうその通りなんですよ。いきなり3分の1削れとる。本当だ。氷が結構半端ないし。え、ちょっと一回逃げて。え、待って。ちょっと待ってくださいね。一回逃げよう。これなんかミスってハードモードにしてません？これがノーマルなんですよね。ノーマルが。ちなみに、降りてこい、降りてこい。ヘルダメージが変わるのか。じゃあ装甲は紙になって、敵は硬くなる。え、待って。はぁ、ちょっと待ってください。来るよ。いや、これちょっと、これ本当にチュートリアルのかな。おおお、無知強い。あ、やばい、上に上がっちゃダメなの、上に上がっちゃダメなの、やめて。おお、削れてる。あ、やばい、すごい。あ、待って、上に上がっちゃダメなの。あれ、もう一人出さな、魔法使い。あ、そうです、そうや、マリサ。あ、ごぜったやろ、今、なんで今出したん。なんで今マリサ？マリサタイミングを。あ、ジャンプで行けるか。当たっても減るからね、ダメージ気をつけて。見た目はキャラにいても不思議じゃないユミチって、ライブはライブでも言われてましたよ。いいね、ユミチ。あ、待って、こっちに行くと。溜めてる間にマリサを置いて逃げるとか良さそうだってよ。この溜めてる間にマリサを置いて逃げるだって。あ、こういうことか。やめて。スライディングで後ろに回るとかもいいかも。見ながらいろいろ攻略方法。スライディングか。え、でもスライディングって避けるだけなのかな。そう、HP 戻っちゃうのがちくよね。ちょっと向こうもね。ままでいてほしいですよね。こんな時マリサを出すと。そう、マリサ出し逃げ、出し逃げ、出し逃げ。たらジュビン、マリサ逃げるみたいなこと。ここ潜り込んで遠距離攻撃できないの。できるんだけど、札が今29枚で、これが10個ずつ減っていって、マリサを呼ぶと10個減るんだって。あれ10個使うんや。やめて。あ、これはいっちゃうな。つっちゃ。あんなにバカにしてたのにめっちゃ強い。お、当たった。めちゃ強いでござるよ。あ、そう。いいよ、この位置いいよ。もうできないか。で、マリサ。一旦逃げて。いいよ、今ゴリ押しで食らってるよ。ゴリ押しでいけないか。ここだ。当たっちゃった。いい感じ。いいよいいよ、大事に。やめて。おお、いい。逃げろ。もうそこにずっとおったらいいね。もう変に逃げて、もう当たるの覚悟でいったらいいね。いや、もうちょっとだよ。もういけるで。有利だよ。これ回復とかないですか。ない。
やばいやばい、こっち来ちゃうんだよ。あとちょっとあとちょっと、やめて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 、右側マリサってマリサって、降りてもいい降りてもいい、どこにいるんだ、あの独特のいい距離感、当たってない、そこ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 、行け、もうない、逃げた、もうない、そこや、もうない、もうない、逃げて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 、よかった、あの下下いいよ、あの独特の距離感、距離感、あの距離感いいよ、うん、そうやってプロデューサーとかもそれぐらいのね、うん、仕事の時距離感大事やから、うん、ちょっとなんであたいも行くことになってるの、勝ったから、なるほど、味方なのか、負けたら一緒に行くって、さすが坪おじさん、え、もしかして坪おじさんで心が折れなかったんですか、のがこちらのゆみじいさんが、すごい坪おじをクリアした1ヶ月やり続けて心にすごい壺持ってるんですよ、どんなもんでも入れれる壺持ってるんです不思議のダンジョン、すごいです、あの破るのか、お約束破っちゃいけないね、そう仲間だった、うん、行った行った、あ来てくれる、一緒に行こう、よし、チルノがいれば心強いね、いや強かったですよ、うん、強かったから来てくれると、絶対チュートリアルのレベルじゃない、これがノーマルですか、でもこれがちょっと無理そうだなって人はこの後にあれですよね、イージーがあってさらにもう一個エクストラ、エクストライージーがあると、うん、あスコアが出るんだ、へえ、あ、ほんとだ、3人にもカエル増えた、カエルだ、親子に、あ、ちっちゃいカエルもいる、あ、あのぐらいよ、おお、いっぱい出た、なんか仲間になると急に弱くなるやつ、マジで、あ、なんか、なんかカエルが、あ、なんか怖い怖い、なんだカエルが、あの、カエルに跳ね返ったのか、あれ、シャレ神戸、届かない、届かない、シャレ神戸カラスが届かない、ボスの時あんな強いのに味方になるとのパターン、マジで、そうなの、うわうわうわ、なんかいっぱいいる、いっぱいいる、おすごいすごい、どの辺の、いっぱいある、いっぱいある、えい、うまい、アクション上級者にとってはちょうどいい難易度なのかな、どうなんでしょう、そうですね、まあ、上手い人だったらそうなんでしょうね、サクサク進めましょう、いや、お前がやってみろって話なんだよ、ビスケットじゃねえからおお、これじゃあもうどんどん、これチルノに切り替えどうやってあるんだろうね、これですかね、あれでも切り替わった、切り替わった、切り替わってみたけど、あ、切り替わってるよ今、切り替わった後にファウルボタン押したらその技が変わるってわけですかね、あ、すごい、おにぎり回復、おすごい、あ、じゃあそろそろバズなんじゃないの、あ、確かにさっきのことを考えた、 あいつが回路入ってない、危ない、あーあーあーだだだだだえい、このちっちゃい回路が、しゃがみしゃがみしゃがみか、スライディング、スライディングでも当たっちゃう、はまってる、よく覚えてたね、すごい、これで、あ、すごい、あいっぱいいる、ちょ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 、取らして取らして、よし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 、いけ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 、イカおるとこ、イカおるとこ、大丈夫か、そこあるで、あのあれって下見えないですよ、上で全部いけるのでは、上で全部いけるのでは、いけちゃうのでは、行ってみ、おお、立証してくれ、立証してくれ、上で全部いけるかどうか、あ、でも、あ、でもなんか入ったんじゃん、まさか来るか、あれ、あ、来た、うわお、なんだこのキャラは、あなたたちならもっと早く、あ、やばい、ちょっと煽られましたね、
ごめん、誰だっけ。出た、メイリンです。メイリン出た、誰だっけ。メイリン、ちょっと高魔館の門番よ。ほら、いつもお庭を綺麗にしてる。この2人ずっとこういう相手に対してこういう言い方すんだよな。しかも私たち行かなきゃいけないのにまだ門番。漢字バカか。誰が居眠り門番&漢字バカでした。おい、誰がお嬢相撲しのみやよ。よく言ってたしないよ。言ってないよ。言い過ぎやろ。お遊びは言ってないって。さっさとここを通してもらうわよ。望むところです。頑張ってます。漢字だらけで読みづらいんだよ。さちがちゃんがどんな感じなのか。あんだけ強かったんだ。え、なんだ、やっぱシューティング要素あるんだ。あれ、チルノちゃん。あまり強くなくないか。チルノはどんな攻撃してくれるの。なんか決勝だって。これでいけ。もう、もう一回チルノ見せて、もう一回。チルノはこれで、おお、結構や。おお、結構削ったよ。ゆっくり行けばいけるんですね。なんだこれは。何なんこれ、見たことない。あ、これあんま近づきすぎると、なんかシューティングっぽい攻撃ですね。すごい、マリサだった。あの戻ってくるって何なん。わー、なんかいっぱい来てるやつが。チルノ、いけ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 。すいません、僕が減らしちゃったんです。やめろやめろ。このゴリ押しでいけるんじゃないか。ゴリ押し、ゴリ押し、ゴリ押しでいけるんじゃないか。どうせ戻ってくるから当たるのは知らない。一旦割とゴリった方がいい。チルマリサスでいいと思う。マリサスと動かない。いけちゃうか。あー、こっちまで。いけもそらんかったね。おー、すげー、さすが。すげーな。すごい、ゴリ押しでつぼっち。すげーな。つぼっちやるね。あの、心折れずにどんどんなんかマスターしていく感じがすごいですね。あ、かわいい、メイリン。あ、本当だ、メイリンになっちゃった。これでわかりやすくなったぜ。ついていこうか。ひどい。というわけで、しばらくここで不審者が入ってこないように注意することね。もう入ってるわよ。じゃあな、連れてから。私たちは先を急ぐぜ。メイリンはボスだから。せいぜい眠りしないようにね。なんですか。あ、ごめん、名前なんて言ったっけ。もう忘れてる。フルボイスいいですかね。お、連れて行け、ちゃん、誰連れて行けんのかな。ノーミスボーナスって何や、怖い。あ終了。すごい。いや、なんかでもなんか やりごたえありそうな感じやったね。うん、そうですね。もうちょっとこうなんか練習してノーマルで挑むとか、でもちょっとやばかったなと思ったらイージー落としてとかできるのいいですね。いや、なかなかに、楽しかったですね、見てても。いや、楽しかった。応援したくなった。下から行け、下から行けって言って。ご両親、ご両親。全員があの無知の時、もうそれで行けっていう。全員がそのまま、そのままっていうのがね、面白かったです。なんか温度が上がったもんね。上がりました。ぐっと上がりました。はい、さあ、それでは最後に発売情報お願いします。はい、コウマジョーレミリア。読もうか、俺が疲れてんやったら読もうか。コウマジョーレミリアスカーレットシンフォニーは現在任天堂スイッチ、スチームでダウンロード版が税込み2980円で発売中です。任天堂スイッチのパッケージ版は通常版が税込み4400円、限定版が7700円となっております。限定版には設定資料プラスイラスト集やオリジナルサウンドトラックなどの豪華特典がついております。気になる方はぜひチェックしてください。なんか設定資料集とか面白そうやね。いいですね。どうしてそういう風になったかとかね、そういうのが見えるとね、会話も楽しめるんじゃないでしょうかね。
はい、ということでここまでは高魔女レミリアスカーレットシンフォニーをご紹介しました。ゆみちお疲れー。